広瀬アリスは日本の女優、ファッションモデル。静岡県静岡市清水区出身。フォースタープラス所属。妹は女優、ファッションモデルの広瀬すず。1994年、静岡県に生まれる。小学6年生の時に地元のお祭りで現在の事務所にスカウトされる。その時はバスケットボールに熱中し、芸能界には興味がなかった。 日焼けして肌が黒く髪の毛も短かったために男の子と間違えられてスカウトされた。家族構成は父、母、1歳年上の兄、4歳年下の妹で女優の広瀬すず妹のすずは同じくミスセブンティーンに選ばれ姉妹揃ってセブンティーンモデルとなる。また姉妹で全国高等学校サッカー選手権大会応援マネージャーを務めた。 大塚食品、マッチの CM でも姉妹で共演している。以降も妹とはイベントやテレビでたびたび共演している。2009年、女性ファッション雑誌、セブンティーンの専属モデルオーディション、ミスセブンティーンに応募。工藤恵美、高田有沙橋本愛らと共にグランプリに選ばれ、以降は専属モデルとして活動する。3年後の2012年には、 妹の広瀬鈴もセブンティーンに加入し、史上初めて姉妹で専属モデルとなる。2013年1月29日、トリンプの下着オンラインショップ、アモスタイルのイメージキャラクターに選ばれ、会場のバトゥール東京にて、下着姿を初披露した。2015年1月には妹の広瀬鈴とセブンティーン3月号の表紙を飾った。姉妹で表紙を飾ったのは、 セブンティーン史上初の快挙だった。2018年4月26日発売の雑誌、ウィズ6月号から同誌のレギュラーモデルを務めるが、2015年12月号をもって、セブンティーン専属モデルを卒業、ファッションモデルを引退し女優業に専念することを発表してからは、女優業中心で活動している。2010年の明日の光をつかめでは、 東海テレビの昼ドラ史上最年少ヒロインに抜擢された。2014年3月7日公開の銀のさじシルバースプーンでヒロインの三影明を演じるにあたり、役作りのために今まで長かった髪を切り落とし、合わせて前年7月からは乗馬やバンバ、父絞りの練習を行うなど、女優としての実績を重ねている。一方、妹の鈴の知名度が上がってからは、 女優業での活動よりも、鈴の姉という印象が一般には強く、オリコンの調査でのアリスを思い浮かべるということでは、鈴の姉という声が大多数を占めるという結果が出たことがある。また、鈴のスケジュールの都合がつかず、代わりに出演していたこともあり、マネジメント側からの売り込みがあったという。2017年の連続テレビ小説。 和露天下で見せたコメディエンヌの才能と女優としての演技の幅の広さは高く評価された。妹鈴と対照的にコミカルな役を演じることが多く、バラエティ番組への出演も多い。こうして、女優としての演技の幅が広がるにつれ、現在では過去の鈴の姉という印象より、女優、広瀬アリスとして広く認識されるようになった。2018年には、 芸能生活10年目で初の賞コットン USA アワードを受賞した。2018年第21回上海国際映画祭に参加。初の海外映画祭体験となった。2015年なんとかしなきゃ。プロジェクトにメンバーとして参加。7月にフィリピンを視察に訪れる。この訪問の様子は8月30日放送の広瀬アリス。 広瀬すずエシカルの贈り物ハッピネスを作るデザインで紹介された。主演作は作品名と役名を太字で表記。ありがとうございます。